安倍のコメント、地獄。引き分けに終わった。前向きに考えていこう。負けなかったしね。こういう1週間は長いシーズンやっていればあると思うし、また戻って切り替えて、反省点はバントでちゃんと送れないだけだから、難しいのは分かってるんだけど、そこを決めてこそ点になりやすいっていうね。そういうのが野球だと思うから。4回1死満塁の場面で小林がバント、あれは一塁が後ろに下がってくれていたから、コンってやったら1点取れるなと思って、一塁が前にいたらやってない。6連戦で引き分けが3つ大きいし、まあ3勝3敗だと思ってね。敵地の引き分けって勝ちに等しいと思う。3勝3敗だと思って帰ろうかなと思います。サインじゃないとか言ってたやつ、コンってやったらアウトが取れたな。一勝もしてないんだから負けだろアホ。そのバントサインを見て小林がファーストにバントできるかするのか。今後わざと一塁手下がらせてスクイズ誘う手口をやられて、阿部はまんまと引っかかりそう。ノーサインでピッチャー前にバントするやつおらんて。6連勝後の6連敗ならクソだと感じるけど、6勝3敗3分って考えたらめっちゃいいよね。笑顔の阿部、引き分けで追われて大勝利、満足です、ニコニコ。引き分けゴールドでグータッチしてんの、マジで終わってる、何に喜んでるんや。